はい、続いてはですね、今回はですねこの頭の部分を、作り込んでいっちゃいたいと思います。まずはこの頭、口閉じてるんですけども口を開いちゃいますね。で開くためには一回ですね上顎と下顎を分割します。マスクで、上顎ないし下顎だけをマスクしちゃってください。でこんな感じで、上顎と下顎を塗り分けてあげます。まあ、はみ出しちゃったりビッとこうね余分なところまでマスクしちゃったなとかっていう時はコントロールキーを押すとマスクモードになってますが、この時アルトを押すと消しゴムモードになるんでこの辺を調整しながらやってください。このマスクの部分でパーツをグループ分けします。グループ分けして塗り分けられます。はい、グループ分けが終わったらマスクは、解除しちゃいますね。このパーツグループ分けができたところでサブツールの中のスプリット、スプリットっていうのは分割になりますが、ここでグループススプリットっていうのを押していただくとグループを基準に分割することができます。これで上顎のパーツと下顎のパーツが2つに分かれちゃいました。顎の適当な顎の関節のありそうな位置ですね、顎の関節のありそうな位置でトランスポーズ、R を押してもらってこのローテーション、回転のモードですね、回転のモードに切り替えて顎の起点から引っ張ります。引っ張った、先端のところでやるとこういうふうに、顎を開けた状態にできますから、まあ、こういう感じで顎を開けた状態にしてください。歯茎の部分とかをクレービルドで、盛り上げていって、下顎上顎の口の中の作り込みが終わったら、上顎下顎、のパーツを一体化します。で、今度はここに歯をつけていきたいと思うんですけども、歯はですね爪のパーツ流用します。この爪のパーツを歯のパーツとしてね流用しちゃいますが、この時に、ここでちょっと便利な、ブラシの機能を紹介したいと思います。爪の先端の方を向けてください。先端の方を向けてクレーインサートメッシュを押して入用します。そうするとこういうふうに爪のブラシが出来上がります。これで口の部分で歯のつけたいところで、まあ、ドラッグしてあげるとこういうふうに出てくるわけです。で今ちょっと向きが逆でしたね。まあ、こんな感じで歯がつけ足せます。で続いて、舌は、追加しちゃいます。舌はこれまた、スフィアで球体を足していただいてですね、これをもう潰して変形かけて作っちゃいます。で、今球体でやってるんですけど、球体で伸ばしたりするとこういうふうにまたポリゴンが引き連れて伸びていきますので、これも、ダイナメッシュに変えちゃいますね。1ニッパでダイナメッシュにしちゃいます。はい。で、下の筋なんかを、ダムスタンダードで、この下の筋入れるときはサイズ大きめのフォーカルシフトっていうのを小さめにしてあげるといいです。でちょっとインテンシティ変えて、であとは全体に大きさだとか角度を整えてあげて、舌を完成させちゃいます。まあ、こんな感じで舌を作ってちゃいます。